人生は祭りだわしょーい。こんにちは、シンガーソングライター島子こと島香織です。いつもありがとうございます。ここ数日台風の話題もすごく多かったですけれども、皆様どうですか、大変な地域もありましたけれどもね、ご無事に過ごされていますでしょうか。私の予定していた9月1日の東京ライブも台風の影響などを考慮して中止となりました。本当ね、私も楽しみにしておりましたし、林ひろ子さんとのライブということでね、まあ、今までにない、企画ということで、いろんな昭和歌謡を歌おうと思って準備していたんですけれども、台風には勝てないなとね思いますね。はい、また機会があったら、ぜひご一緒させていただきたいなと、そういうお話も、しております。また開催させていただくときにはぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いしますね。台風の状況も 日に日に変わっていったりしたので、結構読めなかったりしましたよね。で、そうこうしているうちに、なんかいつの間にか夏が終わっていくような感じがしてね、猛暑だったのがそれがどこに行ったのかなみたいな感覚もありますけれども、はい、なんかもう秋の気配がしているなっていう、そんな風に思っております。ということで、今日ね、髪結構ね長く伸びたんですけれども、思い切って髪切ろうかなと思って、今日美容室予約をしておりまして、結構ね映画の撮影とか、そのライブの予定とか、ミュージックビデオの撮影とか、そういったものが一段落ついてきたので、思い切ってこのタイミングで髪を切ろうかなと思って、これから美容室に行ってこようと思います。ということで、はい、9月1日のライブ残念ながら中止になってしまいましたけれども、お申し込みいただいた皆さん本当にありがとうございました。本当にお申し込みいただいた方の名簿はすべて、拝見しておりますので、ああこの方がね、申し込みしてくれてたんだなとか、そういうのが今わかるので本当にありがたいなと思っております。本当にありがとうございます。はい、それではまた機会がありましたらお会いしましょうということで、皆様お体に気をつけて日々楽しくゆるりと過ごしてまいりましょう。お申し込みいただいた方への払い戻しは、事務局の方で9月5日までに、させていただくということで聞いておりますので、事務局からメールの方も届いていると思いますので、またご確認いただければと思います。それではいつも本当にありがとうございます。